次。ダウン。口長。次は、母親が持ってる、はい、アニメグッズ、紹介するでーす。いけさ。わ、言われた。はい。何年前でね。調べました。2010年10月から放送されました。はい。もう14年前 ?14 年前。うん。さあ、まずグッズ。こちらね、はい、一番くじの A 賞、見える？こうだ見える？いや、まあここ見せたかったからそれ。ああそうだ、ね、値段2400円でした。あ、2400円。あ、まあ高いじゃん。で、これがラストワンでしょうね、はい、一番くじラストワン。多分 ね、あのなかったんでちょっと値段わかんないですけど、うん、1.5 倍ぐらいなんで、はい、3000ちょっとぐらい、うん、はい、はい、意外と安い。安い。最近フィギュア高いからね。そうだ、正直、もしかしたら1ぐらいいってるかなって、ね、1万いってるかなと思ったけど、い、ね、ってなかった。はい、はい、次、これはね、くじ引きアット本舗の A、あ、こっちか、こっちからだね、A 賞、うん、これがですね、ちょっと待ってよ、1000円まあ、俺が調べたとこはね、そんなもんなんだ。うん、うん、ラストワンが1600円。はい、はい、でした。はい、自分で引かれたっけ、これ。はい、こちら、はい、アット本舗の C 賞、はい、ピカー光ります。人感センサーがついてるやつですね。あ、そう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 、これね、あの通るとなんかね、うん、動くものを感知するとなんか光る、はい、勝手に光るで、できたよね、確か。はい、はい、そうです。これ、これ1000から1500、これはですね、ゲームセンターで撮ったやつですね。ただ、撮ったてベタで USB がこうやってついてますね、この線がね、こうやって。ただ、もう紙がもう巻いてあるだけだからさ、これ、うん。こんな感じでね。ね、充電できちゃうね。そうだね、これ。うん。なんか俺一時期使ってたけど、ね、うん。次ですね、これが、これ一番くじじゃないです。はい。ミニイカ娘ミニミニ育成キット、全6種類。あ、ちなみにこれ結構ダブってます。開けて大丈夫かな。まあいいや、開けちゃうから。せっかくだしね、もうこんな撮る機会ないしね。一応母親から撮っていいって言われるから。これなんだっけ、名前ね、なんだっけ、黒い、ね、なんかあったな。悪いかちゃん、うわー、かそうか、うん、あ、これ母親が言ってたっけ、入れ方が本当はね、うん、あのこういう向きで入れるらしいよ、うんうんうん、だけどなんか母親はこうやって入れてたね。はい、でこの後ろが黒い、あ、見えるかな、イカもその黒いやつでね。多分6種類ないんだよね。1、これで1種類だもん。2、これライトだよな。餌あげ、3、4、あ、これ、サルト。で、これ5。倒れてるじゃん。見えないわ。あ、もうここら辺見えない？うん。これ泣いてるイカ娘。照らしてるんでしょうけど。はい。これがですね、6種類セットで売ってたんですけど、うん、3700円ぐらい、6種類で。なるほどね。どかすよ、もういいや、うん、仕方がないな、暗くて、カットしまくるぜ、うん、はい、次です。はい、前持ってきます。はい、まるで動かしたらなかったらしょうがないね。ワンピースのエース好きなんでね、あれね、エースありますね。で、この辺、これ高かったっけかな、ちょっと待って、これがですね、これくじじゃないです、うん、これ一番くじじゃないですね。これなんだっけかな、あ、でもこれも多分1000全部で、うん、1体1000円ぐらいだと思いました。いい、倒れちゃってるね、ちょっと指、これ持てる、やばいですね。どういうこと？え、どういうことこれ？置いてあっただけで。あ、これで足止めてあったんだ、これで。うん。まあ、早く。あ、これはいいよ、取っちゃっていい。もう取る機会ないから。あ、もうやばい、落としすぎ、やばい。やべえ。はい。2、4、6種類。全部揃ってるのかちょっと不明。6種類ないね。これも、
これダブってるしね。そうだね。うん。あ、さっきの黒いのここだな。あ、本当だ。台座、水色？それ。あ、いや、白。白、違うな。カット、とりあえず。はい。これ大丈夫かな？はい、ここ。これ多分ゲームの景品だね。はい。はい。多分1000円ぐらい。もう見えないから前持ってこいよ。しょうがないね。はい。これもゲームの景品ね。台座が、これ台座今、こんな感じ。これ。うん。確かなんか、接着剤かなんかで、止めようと、昔止めようとした記憶があるけどね。これ100均で買ってきたフィギュア立てですね。これも多分ゲームセンターかな？多分ね。次、後ろ持ってこい。あ、ここ、これ。うわこれがですね、はい、一番くじの、あ、ショートあったな、それが F 賞のやつ、はい、うん、これが、まあ、一体大体600円ぐらいかな、うん、なんか違うのも混ざってたりするかな、もしかして全6種だから、あ、混ざってるかも、なんか6種類、あ、全8種、これ全8種かな、確か8種か、なんか混ざってるな、これ他のフィギュアが。これ違うな、これも違う、これ同じでしょ、これ、ね、これ嘘、後ろ同じだから、うん、全部で9個あるじゃん、9種類、なんか混ざってる、まあ、でも1個600円ぐらい、はい、次混ざってんだよな、なんかもう完全に今度イカ娘じゃないの入ってるからね、はい、化け物語入ってるよ、はい、かわいいね、これ。あ、これ？いやー、なんか間違ってそうだな。これ、あ、これがですね。これ。くじ引き本舗の方だね。本舗の。おい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 。D 賞かな、多分。600円ぐらい、うん。あ、これも、そうだ。これも本舗の D 賞。はい。はい、見える、うん、これも600円ぐらいですね、 D 賞は、はいはいはい、で、このあれ、この辺ちょっとあれだな、あ、これ一番くじじゃないな、これはこの辺一番くじじゃない、あの、そういうなんだろう、ちっちゃい箱に入ったフィギュア、うん、なんていうんだろうね、ちょっとわかんない、うん、ミニフィギュアかな、あ、これ高かったやつかな、1200円ぐらい、1200円くらいかな、一体、うん、はい、ラスト、はい、あ、ラストじゃないっけ、全然フィギュアはラスト、これがアット本舗じゃなくて、一番くじの方の B 賞、うん、はい、これがですね、1800円ですね、あ、いいじゃん、光っちゃってる、ちょっと下からこう撮る、あ、やっぱ全然あれだね、まあ、画像載せとけばいいか、この辺もあれだよな、もう多分何十年か置いてあるけど綺麗だね、はい、まあ母親があれだからね、綺麗好きだから、さあ元に戻さないと、これだけあったとこに戻して、よし、次はこれ、イカ娘のタペストリーじゃないか、はい、絵柄が2種類あってですね、これになってますね、これゲームセンターで撮れるやつですね、輪っかついてるもん、ほら、あれか、うん、吊るしてるやつね、はい、次、うちわですね、かわいい、同じうちわ、まあ裏面がこれかな、鑑定団って書いてあるね、税込み100円、はい、いつものよく鑑定団で買ってたからな、はい、こちら、はい、これアット本舗だね、そう、これはくじ引き本舗の H 賞全6種か4種類しかない、ちょっと待って、これもそうかもしんない、これ母親が使ってるやつだけど、あ、これそうだな、はい、あ、全部6種類ある、これもう使ってても結構ボロボロ、ね、ちょっと伸ばしてほしいな、うん、
もうでいい？はい。あ、6種類あったのね。あ、お、おろしちゃったのか。このまま飾っとけばよかったのにね。ちょっぴり、うん。だいぶでもなんか、色あせてる感があるかも、この辺どう？そんなことない？まあ、そんなことないな。綺麗だよ。綺麗な方。一章ってあるかな、値段書いてあったかな、書いてないか、俺は。特に書いてないよね、一章。マイクロファイバータオル。はい、次。次は、これはちょっとは、俺もちょっとわかんない。ゲームセンターで撮ったやつかな、これ。覚えてる？わかんないね。すごい種類あるね。うん。これなんだろう。ダブってるのはちょっと、あれか。広げるのやめよう。え？ちょっとこれも撮った覚えないな、あんまり。まあ、大体取られたって言っちゃうけどね、8割ぐらいは多分取られたからさ。いや、あげたちょっとゆっくりだわ。はい、これ6種類じゃね。でも結構2枚あるね、いっぱい。これなんですかね、多分ゲームの景品だろうなか、一番くじのどっちかだね。なんでそのドアップ。次、次タオルいきましょうか、はい、くじ、あ、これもくじ引き本舗。あ、これダブってやったらいいや。3種類だな。全何種類。あ、全3種類で全部ありますね。全部揃ってます。安い。対等って書いてある。それ対等って書いてあったな。対等が、対等のくじ事業のくじ引きアット本舗ってそう書いてあったっけな。でもこれあれなんだよ、くじ引きアット本舗の発売日が2011年の10月下旬って書いてある。1回600円。なるほど、600円。うん、うわ安いね。でさっきのあのくじ引きの方があれは、あれ、あれ、あれが2012年の2月上旬だ。うん、こっちの方が先出てたんだね。はい、1回600円。あ、これもあれだ見て、缶詰で買ってる。そうなんです。うん、3個500円。ああ、300円とかだよ。ほら、こう200円。本当だ、鑑定団、鑑定団ね。だん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 、鑑定団。まあ、はい、これが何か分からなかった。まあ一応調べて後で分かったら画像載せとくか。分かんないです。これ何だろう、調べません。でも買ったのは鑑定団ですね。1個200円、3個500円で買ってるね。このテープの止め方、あ、なんだこれ。ゲームの景品かな、これは。そうっすね、多分。まあもういいんじゃないですか。大体こんなもんでしょう、鑑定だ、うん、あ、そうだね、1個200円。16分。すごっ。はい、ラスト、D 賞ラバーストラップセット。まあこんなもんでしょ。全3種って書いてある。うん、ちょっと待ってよ、これは一番くじだね、一番くじの方だ。うん、これ見覚えない、このシール、裏に貼ってあるシール。ないよ。昔トイレにベタベタ貼ってなかったですか。貼った。うん、母親です、あれ。ここから、ここか、ここに貼ったやつだったか。はい、あ、ほら、2012年2月中旬から発売。え、イカ娘デラックスフィギュア全員一種って書いてある。あ、さっきのだ、あれ、ほら、はい、ここに書いてある。だ、こういうのも出てますよって。ほら、制服のイカ娘のやつもチビキュンキャラだって。え、ここに書いてあったわ、ね、ここに書いてあった。これが唯一母親が持ってるアニメグッズじゃない、ね、あとエースか、それぐらいだよね、うん、まあ、そういう感じですね。前のアニメもね、調べてみてください。いきなりどうした。はい、
じゃあ以上が母親が乗ってるでした。アニメグッズでした。はい。どうしよう。ありがとうございました。